太陽の先発は今年6年目、地元沖縄出身の友利。制球力をつけて今年の先発ローテーション入りが期待されます。若手中心の中日打線が相手とはいえ、今日は直球に交えてカーブやスライダーもコントロールよく決まりました。3回を投げて内野安打1本の無失点、首脳陣の期待に応えました。一方、中日打線の中で目立ったのは一軍定着を狙う山崎。打撃好調です。5回にはセンターの左を破るツーベースヒット、離島のプロ野球ファンを沸かせていました。しかし中日はこのチャンスを生かせず、結局試合は太陽が5対2で勝ちました。強烈な当たりがファーストへ、シーツの守備、ここは OK です。斉藤隆を盛り立てました。さて2回にさらにまたピンチが来ました。斉藤隆、ワンアウト2塁1塁、ここのピッチング、9番の酒井に対して落ち着いてゲッツーで切り抜けます。斉藤隆は3イニング数無失点で今日投げ終えました。さて太陽はほぼベストメンバーがご覧のように揃いました。1回です。ツーアウトから上原に対して3番の高木です。フォークを捉えてオープン戦初打席、ライトスタンドへの豪快なホームランです。さあもう一人の注目、新外国人のシーツ、初打席中途半端打ち取られます。この後フォアボールを一つ選んだ後ベンチに下がりました。シーツ今日はノーヒット。両チームが1点ずつ取り合って回は7回の裏に来ます。フルベースというところで新戦力、広島から移籍の幼いが2点タイムリーを放ちました。斉藤隆、野村、松本、佐々木の豪華リレーで太陽が快勝です。太陽のいいところが目立ったゲーム、シャンシャンシャンでキャンプ打ち上げとなりました。広北町の野中町長が始球式をして試合が始まりました。近鉄は1対0とリードして迎えた6回裏、去年肘の故障で不振に終わった阿波野をオープン戦初登板させます。阿波野は好守備に助けられます。7回2アウトからランナーを置いて太陽の進藤、センター前に好返球でまたも阿波野を救われます。しかし打撃好調の1番屋敷がレフト前にヒット、阿波野は1点を奪われ5番。復調へのステップにしたかったという阿波野、球が高めに浮いて制球に苦しみ、結局2安打3四球を与え、左肘に不安を残しました。太陽は期待の左腕2人が登板しました。まず先発のエース野村はストレート変化球のキレともによく、今日4番に入ったブライアントを2打席連続三振、そして当たっているリードを2打席ともフライに打ち取るなど、4回まではヒット1本、5回にホームランを打たれたもののまずまずのピッチングでした。しかし6回から登板した岡本徹が大乱調、3イニングをなんとか抑えますが、9回連続フォアボールの後ブライアントにバックスクリーン右へ特大のスリーランホームランを打たれます。この回だけで4つのフォアボールを出し、4本の長打を打たれて7点を献上、試合も9対2で近鉄が勝っています。4球を投げて3発4安打の1失点、復活の手応えを感じさせました。今年ファーストにコンバートされた原、1回高木のこの当たりを軽快に処理して守備では無難なところを見せます。しかし肝心のバッティングでは3打席ともタイミングが合わず、中途半端なバッティングで今日はノーヒット、湿りがちの今日の巨人打線を象徴していました。巨人で1人気を吐いたのが先発でマスクをかぶった吉原、昨シーズンの盗塁阻止率最下位の汚名返上とばかり積極的に走ってくる太陽の足を見事に封じます。8回には清水のスライディングを気迫のブロック、ホームベースを守るのは俺だとばかりファイトあふれるプレーを見せました。試合は8回、巨人の守りのミスからチャンスをつかんだ太陽が高木の走者一掃のタイムリーなどで一挙4点を超え巨人を突き放しました。ザ・ホエールズのドラフト1位ルーキー斉藤が5回を投げ毎回の6三振を奪う好投、高橋ピッチングコーチもローテーション入りにゴーサインを出していました。またホークスのラガは3打数3安打と大当たり、ブーマーとの1軍入り争いが熾烈になってきました。大英太陽戦、
太陽は大阪経済大学からドラフト3位で入団したルーキー宇藤がオープン戦に初めて先発しました。しかし立ち上がり投球が高めにいったところを捕まります。当たっている大野にはタイムリー3塁打、ルーキー浜名にもタイムリーヒットを打たれこの回4点を失いました。しかし2回3回は意識して投球を低めに集めヒットを許しませんでした。一方ダイエーの先発は本原、自分のリズムで投げられたという本原は1回2アウト3塁1塁のピンチを迎えますが、太陽新入団のシーツをファーストライナー、2回にもランナーを出しますがダブルプレーで切り抜けます。5回に投球が上ずって2点を失いましたが、的を絞らせない持ち味を出して今年も先発ローテーションの一角を担いそうです。さて大砲不在の太陽で期待される新入団のシーツは4回、大栄本原から一二塁間を抜くオープン戦初ヒット、6回にも大栄2人目橋本からレフト前にヒットを放ち今日4打数2安打、どんなヒットでも嬉しい、これからガンガン打つと陽気に話していました。試合は7回、去年初の3割今年首位打者を目指す大栄佐々木が太陽掛畑から左中間スタンドにダメ押しの第1号ツーランホームラン、そして復活にかける山内が8回9回を無失点に抑え、投打の噛み合った大栄が6対2で太陽に勝ちました。深い試合となりました。投手王国を目指す近鉄、オープン戦のテーマは野茂小野に次ぐ先発投手探し、首脳陣の期待を一身に受けて6年目高柳がマウンドに上がりました。7人までが左打者という太陽打線に対し無難に滑り出した高柳ですが、3回フォアボールをきっかけに突然乱れ、高橋の3塁打などで3点を奪われました。5回には谷繁にもレフト上段に運ばれノックアウト、セットポジションでの投球に課題を残しました。もう一人の先発候補山崎も7回3番手で登板、こちらもワンアウトを取っただけで2安打2四球2失点と散々の出来で、オープン戦では珍しいイニング途中降板となりました。一方太陽も田辺智則ら4人揃って大乱調、村上の決勝ホームランを含む12安打11四球と首脳陣を投げかせました。まず太陽先発の野村はストレートが思ったように走らずランナーを出しますが、要所を締め失点を最小限に抑えます。悪ければ悪いなりの投球ができたという野村は6回を投げて5安打2失点、十分合格点のつけられる内容でした。一方オリックス先発の星野はストレートの制球が甘く太陽打線に捕まります。田村にツーベースヒット、次の清水にはレフト前へタイムリーヒットを打たれます。さらに谷繁にもツーベースを打たれこの回2点、4回にも3点を失うなど5回を投げて9安打5失点とまだまだ本調子ではないようです。また太陽7回からベテラン遠藤がオープン戦初登板、2回を投げ1安打無失点と上々の滑り出し、須藤監督も次は先発でいくと手応えを感じていました。初登板の斉藤明夫、絶妙なコントロールと緩急をつけたベテランらしい投球内容で大栄打線を打ち取り、5回を1失点に抑えて順調な仕上がりを見せています。しかし太陽打線の方は不調でした。ダイエーの先発タネルのコーナーをつく変化球の前に2回3回で連続4三振を奪われるなど、狙い球を絞れずに苦しみます。そんな中で一人調子を上げてきたのが期待の新外国人ダリーシーズ、今日はこのタイムリーツーベースを含む4打数3安打、これまでオープン戦8試合でたったの2安打と振るわなかっただけに本人もやっと感触をつかめてきたとほっとした様子でした。さて試合は2対1とリードされていた大栄が6回、岸川のソロホームランなどで逆転に成功、9回表までに4対2とリードを広げましたが、その裏太陽最後の攻撃で代打宮里の打球をレフトが後ろへそらすお粗末なプレー、この日大栄は内外野とも守備の乱れからの失点が目立ち、結局4対4の引き分けに終わりました。よく聞いてきましたドラフト1位ピッチャーなんだよね、はい、でも聞いたら大学2年で、はい、ピッチャー転向だって。そうです。そのまではそれまではサードとファーストを やりながら、まあ、お手伝いはあったんですけど、ちょっと打つ方が得意なの、得意っていうか打つ方が良かったらピッチャーにはなってないんですけど、打つ方があんまり良くなかった、あんまりなくてピッチャーになったんですけどまあ最初はもうその時点で僕はもうダメだと思ってたんですけどね、まさかピッチャーでこうなるなんていうのは夢にも思ってなかったんで。じゃあまだピッチャーの経験とは3年。そうですね、まあ、ね、でどう、いやもう無我夢中でこの3年間は本当に1試合1試合が本当にもう新しい場面新しい場面で、もう全く経験したことないようなところばっかりだったんで、本当に目いっぱいやってきたような気がしますけど、自分のまず得意球はまっすぐ、はい、ストレート、ストレート、はい、で変化球はどういうの、変化球はカーブスライダーと、そうそうそう、
まあ、ちょっと落ちるボール。フォークほど落差はないんですけど。あのどういう握りで？まあ握りはほとんど一緒。まっすぐで。フォークと一緒。あ、挟んでね。はい、僕があのピッチャーになってからっていうのは、まあ、若田部君であり落合君でありその辺に近づくために目指して頑張ってきましたので、はい、結果的にはこういうことになりましたけど、まだまだ僕自身はそこまでいってないと思ってますけど。まだ経験が浅いんだから。じゃあ十分追いつき追い越せるチャンスは、もうそれはもういずれはね、頑張って本当に自分が考える以上にね、やっていかなきゃならないなと思ってるんですけど。ブロムやり敵だったね。ブロム兄貴の影響で非常にやらされて、俺もともと右だったんだよ。左だったのも兄貴の影響。僕も左打ちになったのは兄貴の影響。飯時が一番やったよ。僕らは右で橋本一番で、右で橋本と兄貴を送る、左で橋本と送るわけ。まあ飯時は嫌で嫌でしゃなかったもん。おかげで上二人は甲子園行きまして、で僕もちょうど最後の夏に行きまして、3人で良かったじゃん。で、プロ入ったのはおばさんがいたんで。そうなんですよ。僕はもう全く可能性が一番薄かった人間なんですけど。違うんだよな、薄かった人間は。一番期待されて入って3人分の期待があるんだから頼んで、はい、期待するで、はい。さて、この斉藤投手は今日の試合で先発しています。ホエールズ対ジャイアンツをどうぞ。太陽光の一番星斉藤隆投手。ホームグラウンドでの初試合に先発するあたり、須藤監督の期待のほどが伺えます。斉藤隆は1回表、巨人打線を3人に切って取り、立ち上がり全くプレッシャーを感じさせないピッチング。そしてその裏、ホエールズ打線は立ち上がり不安定なジャイアンツ先発コーダーをめった打ち。1回に打者一巡の猛攻を浴びせて、なんと5点目を叩き出したのは斉藤のバットでした。1回を終わって5対0、大量リードで楽になったはずの斉藤でしたが、2回に2点を失い、この4回にも味方のエラーで3点目。これで緊張の糸が途切れてしまったか、痛恨の押し出しを喫するなど、4回を投げて4失点。斉藤にとっては初めての苦い登板となりました。さて、試合はこの後ジャイアンツがじわじわと追い上げ、9回裏、とうとう岡崎のタイムリーで6対6の同点に追いつきます。なんとか延長に持ち込みたい藤田監督は9回裏のマウンドに木田を送ります。この日ストレートのキレが絶好調だった木田ですが、2アウト1塁で登場した清水に真ん中寄りのストレートを打たれます。これがセンターオーバーのサヨナラの一打となり、結局7対6でホエールズが3人。ホエールズの先発はオープン戦これまで好調のエース野村。しかしこの野村が2回の表突然崩れます。ノーアウト満塁からライオンズ下位打線に対して3連続タイムリーを打たれるなど、この回打者一巡の猛攻を浴びて5失点。須藤監督はここでいい戒めになったと話していました。一方ライオンズの先発はホエールズから一軍経験のないまま移籍してきた5、フルス相手のテストラスト登板に力みが出てしまった5は2回の裏ホエールズ打線からめった打ちに遭います。自らのフィルダースチョイスも加わってこの回だけで6安打8失点という乱調ぶり。開幕直前であまりいい結果を出せずに終わりました。打線の方はホエールズの両外国人が大活躍。2回の裏ランナーを置いて打席に立ったシーツに待望の来日初アーチが飛び出します。シーツはこのスリーランのほか6回にもレフトフェンス直撃のタイムリーを放って5打点。負けじとレイノルズも3打数3安打うち2塁打2本と大当たりで、ホエールズベンチとしては今年も彼にシュアなバッティングを期待できそうです。大量得点で荒れ模様となった今日の試合ですが、最後はホエールズのストッパー佐々木がきっちり抑えて10対8でホエールズが勝ちました。昨日の打撃戦とは一転してしまったゲームになりました。西武の先発渡辺富夫は立ち上がりトップの屋敷をスライダーの三振でスタートしました。3回のこのバント処理では機敏で正確なフィールディングを見せました。また昨日3安打のレイノルズから145キロ近い速球で三振を奪うなど、5回まで投げて打たれたヒットがわずか1本の1失点とまずまずのピッチングでした。西武の打線では3番秋山が調子を上げてきました。太陽先発の岡本から1回インコースのスライダーを会心の一撃。秋山はここ5試合でなんと3本目のホームラン、先制点となりました。4番清原もいいバッティングをしました。清原の2打席目、岡本から清原が好調な時に打ち返すライトセンター間へエンタイトルのツーベースヒットでスタンドを沸かせました。
この後チームリーダー石毛も続けとタイムリーヒット、西武が2対1と勝ち越します。それにしても太陽の新しい外国人選手シーツの守りがちょっと気になります。試合は2対1で西武が勝ちました。